呼ばれております。この岩が亀の頭にいているところから亀岩とも呼ばれ、この辺り一帯の集落を亀山と呼んでおります。亀山集落の裏山が海抜220メートル、この山頂には一色市のお出城神山城がございましたが、天正10年1582年細川原職人の夫細川忠興氏の猛攻に遭い、あえなく落城いたしました。もののくの命を強と争いし、荒野の末に秋風が吹く、そぞろ戦国の世が忍ばれるようでございます。ではこの辺りで穏やかな入り江を取り囲むように立っております家々をご覧ください。全国的にも大変珍しい集落を成した船屋でございます。伊根湾沿いには現在世帯数約370、人口約1300人、船屋の数約230ございます。平成17年